はい、こんにちは。今回はね、こちらです。149番ハイパーレスキュー1号2号ですね。1号とこれ2号があるということですね。で、このハイパーレスキューっていうのが、一番最初だったんですよ。で、その次にそのソニックランナーたちが活躍するのが出てくるんですけども、まあこれもやはりトミカの中に世界で活躍する町の平和を守るんだ、都市の平和を守るんだっていうものですね。常にこの消火活動とかそういったものをね、真っ先にこれが出動して、消火活動を当たるってやつですね。まあ町の消防署に任せてもいいんですけども、まあそれだけだとちょっと対応しきれないような火災とかもありますから、まあそういうところでこういう国がずっと活躍するっていう、まあお話ですけどね。まあそういうものなんですけども、まあなかなか、これはこれでいいんじゃないですかね。これもやはりでっけえね、すごいでっけえ、やっぱり、まあ、ハイパーレスキュー1号2号っていうのがすげえでっけえのがあったんですよ。で、このでかいのもやはりその何開けたりすると、秘密基地になりますよみたいなね。本当秘密基地シリーズ好きだなと思うけどね。まあ子供ってそういう秘密基地とか大好きだからね。だからもうなんていうんだろう、そういうのでこうなんていうの、遊べるっていうね、そういうのがまああったわけですよ。ただ何回も言いますけど、ああいうでかいおもちゃってお値段結構するますからね。お値段結構するから、まあ結構まあね、お値段するけど、まあそこは大事に遊んで大事に箱ごと取っておくと、まあ将来的にはもっと高くなりますよみたいなね。まあだからといってあれなんですよ。まあこういうミニカーをね集めてみるとね、あんまりそればっかり気にしすぎてもね、価値がある価値があるってのは分かるんだけど、あんまりそればっかり気にしすぎてしまうと何もできなくなっちゃうからね。特にこの発達障害を持ってる人たちはね、何にもできなくなっちゃうから、あんまりにもそればっかり使いすぎちゃうところがあるから、だからまあほどほど、半分遊んで半分コレクションするっていうようなね、まあそんな感じでやっていければいいんじゃないかなと思います。ですからまあ遊ぶ時もできるだけね、傷がつ、まあできるだけですよ、できる範囲で傷がつかないようにするとか、箱なんかも同じようにできるだけ潰れないようにするとか、傷がつかないようにするっていうことを、まあそういうことをまあ頭の中に入れて、で遊ぶと。で、そしてまあ遊び終わったらちゃんと箱があるから、箱のガレージに入れてまあ止めておくと、飾っておくという感じですね。ただ今のおもちゃで遊ぶスタイルと昔の遊ぶスタイルが変わってきたのが、昔はほら遊び終わったらさ、おもちゃ箱しまいなさいみたいなお母さんにそう言われるじゃん。だけどなんていうの、今はそのおもちゃ箱にしまうっていう時代じゃないんだよね。今はどっちかというと飾っておきなさいっていう、そういう風な時代になってきた。それはやっぱり素晴らしいことですよね。昔はほらおもちゃ箱に入れなさいって言って、おもちゃ箱に入れるとさ、やっぱこうごちゃ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 するじゃん。ぬいぐるみなりミニカーなりロボットなりさ、いろんなもんがあってごちゃ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 しちゃうけどさ、でも飾るんだったらさ、ぬいぐるみはぬいぐるみ、ミニカーはミニカーで、ロボットはロボットで飾るとさ、なかなかそれもまあ素敵だし、まあおしゃれだなっていう。だから今になって、今日本人全員がね、ほぼほとんどの人がおもちゃを飾るっていうスタイルになったけど、昔はおもちゃを飾るってスタイルなかったもんね。え、おもちゃはそれこそおもちゃでしょっていう考えの人が多かった。だからそれをおもちゃを飾るなんて言ったら、昔で言ったら信じられなかったね。中にはまあ笑うような人もいたんだよね。だけどもなんていうの、やっぱ欧米の考え方なんだね。そういうふうに、例えばおもちゃだってもきちんと飾ると、これもこれで違った見方が出てきて、楽しいですよっていうね。確かにおもちゃ屋に行くとさ、ね、あれはおもちゃ飾ってるわけじゃないけど、ずらーっとこう棚の上なんかのおもちゃがね、
販売されてるけど、あれを見てるとなかなか楽しいじゃないですか。だからああいう感じでね、あのザーッとこう自分の部屋なりをこう飾れればなかなか面白みが出ていいんじゃないかなって思います。でこの大きなね、この放水銃っていうか、まあこれも特徴で、ここから水がバーッとこう勢いよく出たりとかねするわけですよ。まあ皆さんも幼少期の時ってのはね、こういうものを見て触れて遊びながら、やがては自分は警察官になるんだとか消防隊員になるんだなんつってね、でそっちの道へ突っ走る人はそっちの道へ、まあ、突っ走ってって、でそれから十何年後だってね、大人になって、ね、兄ちゃん二十歳ぐらいの兄ちゃん二十歳ぐらいの兄ちゃんになって、兄ちゃん姉ちゃんになって、まあ、消防士として活躍したり警察官として活躍したりするんでしょうね。まあ、最近はそのなんていうの、時代も変わってきて、女性の人でもね、あの警察官だったり消防士の仕事をやる人も最近増えてきてるみたいですね。昔は本当それこそね、そういった面でのね、差別っていうのがすごかったんですよ。もうなんていうの、女の人はそういう仕事をするもんじゃねえみたいな、そんな考え方が強かったんですね。でも最近はそういう考え方ってのはもう古いんだと、もう女の人でもいろんな仕事ができるんだっていう、そういう時代になってきたから、もう家事だけしていればいいっていう時代じゃなくなってきたからね。そういう点では非常にね、そういう差別がなくなってきてよかったなっていう感じですね。一見するとね、まあなんつうの、楽しそうに見えるんだけど、昔って、だけど実際のところ言うと、今の時代だから差別がこうなくなってきたけど、昔は結構そういうとこ、いろんなところで差別を受けたりっていうのがすごかったんですね。本当すごかったですよ。だから今でこそまだこの発達障害っていうの言ってしまうけど、発達障害とか身体障害を持っている人たちとかっていうのは、今でこそこういう人たちがいますよ、だからそういう人たちを差別したりしちゃいけませんよって言われてるし、国の法律でもそういう法律ができたけども、つい最近まではそういう法律もなかったし、もっとひどい扱い方を受けてましたからね。もう平成の初期あたりの頃と前期あたりの時代とか、2000年なり以前の時代とか、もう昭和の時代とかね、もっとすごかったもん。だからなんて言うんだろう、やっぱりそういうふうにね、いろいろと、まあ今厳しすぎる時代にはなっちゃったけど、まあそういう中でいろいろとね、そういう差別なく生きやすい世の中にある意味になってきたっていうのは、それはいいことだなっていうふうに思いますね。というわけで話がどんどん変わってしまいましたけども、まあこれはね、なかなかこの青いね、なんかこう司令塔みたいなね、なんか運転席があって、ここからこうブーってこう多分扉が出てきて、そこにこう乗り込むんでしょうね。まあなかなかこのスタイルもスタイルで、なかなか面白いかなっていうふうにね、思います。でこの後ろのとこから本音がガターンと降りてきて、ここにまあ車かなんかが入ってて、でこうやって出てくるんでしょうね。何しろこれ実写が、実写というか、アニメっていうか、なんていうんだろうね、そういう世界にとってすごいでかいですからね、これ。まあ、なかなか、まあ、そういうようなところがね、面白いというか、まあ、そういうところもあるんじゃないかなという感じです。というわけでね、どうもありがとうございました。